の藤野康文さんです。お願いします。皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員の藤野康文です。私からも参加されている皆さん、そしてネットでご覧いただいている皆さんに心からの敬意と感謝を申し上げ、年代のご挨拶をさせていただきます。今お話ありましたけれども、新型コロナの第4波、大変深刻な状況になっております。今こそ検査の抜本的な拡充、そして医療機関などへの人的物的経済的な支援、そして自粛や時短営業に伴う生きていける潰れないで済む規模に応じた経済的保障、これをやっていくことが感染拡大防止していく上でも決定的じゃないでしょうか。ところが今の政府はこれに真正面から向き合おうとしておりません。まさに後手後手、小出し、本当にあべこべの政治が行われていると思います。そしてこの点で触れなければならないと思うのは、オリンピック・パラリンピックに今の政権が固執しているということです。4月13日の世論調査でも7割の国民が今回はもう中止再延期すべきだと、こういう声を上げている。世界からもアメリカのニューヨークタイムズやイギリスのタイムズ、ガーディアンでもう今回は中止延期すべきだ、こういう声が上がっております。東京の医師会長の方も無観客でも難しいと言い、厚労省のアドバイザリーの教授もこの夏は無理だと声を上げています。何より先日15日自民党の二階幹事長が辞めるときはスパッと辞める、こういう発言しました。与党のトップがここまで言わざるを得ないというところに今の重大な局面があると思います。今政府がやるべきことは、開催国の政府として思考停止ではなく再検討を関係者に呼びかけていくことじゃないでしょうか。そのことをしっかり求めていきたいと思います。そしてもう一つ、今の国会で大問題になっているのは、国民にはコロナで自粛を呼びかけ外食するなと言っておきながら、自分たちは銀座で外食するとか、あるいは高額の接待を繰り返す、こういう政治のモラルの低下です。もう前の政権から森かけ桜、日本学術会議、何も解決しておりません。今の自民党政権、自公政権ではこうした問題解決することができないことはもう明らかです。来るべき選挙で政権交代で膿を出し切っていく、政治の大掃除をやっていこうではありませんか。そのためにも先ほど来お話ありますが、今参院補選、北海道、今日大阪さんもいらっしゃってますが、北海道、そして長野、そして広島で行われております。市民と野党の共闘をさらに強化して、この3つの補選必ず勝利しようではありませんか。そして来たるべき総選挙で政権交代を行って、私たちの願いを直接実現できる新しい政治をご一緒に作っていく、そのために私たち日本共産党も全力尽くす決意申し上げまして、連帯のご挨拶といたします。共に頑張りましょう。